馬橋隆二8月31日から2000年5月16日は、大宮市長、弁護士、埼玉県大宮町出身、1942年明治大学法学部卒、卒業後は海軍に入る。戦後の1948年2級、事務管理選考に合格し、運輸省に入る。一方で高等試験、司法科試験にも合格した。 1950年に退官し、弁護士として開業した。その後、埼玉県弁護士会長、日本弁護士連合会理事を務め、1978年、大宮市長を5期務めた、畑明友の辞職に伴う、市長選挙に立候補、大宮市長に初当選、以来3期務めた。市長在任中は1期目に、大宮市総合振興計画第2次基本計画を策定。 前任者の革新姿勢を緩やかに継承しつつ、保守姿勢に転換させた。姿勢施行40周年にあたる1980年には、大宮市民憲章が制定された。このほか1982年には、東北上越新幹線が大宮駅から暫定開業し、1985年の上野駅への延伸開業まで、大宮駅はその始発駅となった。その後は、 自治医科大学の付属第二病院の建設構想を受け、1983年に建設地として誘致することを表明し、大宮市医師会による建設反対運動により、循環器専門の病院とすることで合意して、1989年9月に自治医科大学付属大宮医療センターとして開院した。1990年まで大宮市長を在任し、 翌1991年に、君山東隋法省を受賞した。他に、大宮氏名義民に推挙された。2000年死去。墓所は、埼玉市大宮区の総統州大宮山東高寺に、ある。改名は、大宮院伝、緑山法隆古寺。ありがとうございます。